いうことにね、うん、やっぱり怒りを感じるのは、うん、別にね右とか左の問題じゃないと思うんですよ、うんうん、そうね。僕なんかやっぱ自民党にすごい一番危機を最近感じたのは、うん、やっぱの LGBT 法案あったじゃないですか、はいはいはい、いわゆる LGBT 法案であれ手前味噌で僕結構ずっとフロントでやっていて、はいはい、最後は維新と、まあ、国民民主さんで修正をしたのを、はい、まあ、自民党が丸呑みっていう形で、うん、まあ、あれは何でしょう、まあ、まあ、ご批判はあるんですけども、うん、そのまま可決されるよりは、あ、いや、全然良かった、やっぱり全ての人が安心っていうことで、うん、まあ、要はトイレとかあの浴場の問題とかに釘を刺すようなものとかを条文が全部入れられたんで良かったと思うんですけども、うんうん、あれ僕らが多分本当にこう本気でいかなかったら自民党、うん、あれで通したって言うんですよ。いやいや通したってスーって通ったわけですよ、うん、でそれは岸田さんがトップダウンでね、うん、なんかいろいろサミットが直前だから、うん、アメリカとなんかやりたかったとかいろいろ言われてますけども、うん、でそれと自民党って今あれ通しちゃうんだっていうのは結構びっくりして、うん、これね、うん、やっぱり、ね、普通に世の中の現実的な問題として考えても、うん、保守政党と名乗ってる政党が、うん、そういうものを進めるっていうことは、うん、ないです。普通にないです。で、あのだからね、そうやって考えてみるとね、何をね、うん、やってるんだろうっていう風なね、うん、あの怒りの声で、まあ本当にね、維新とか国民民主がやったね、その修正についてね、あまりあの報道もされてなかったけれども、あの全然まともになったんですよ。あれで、あのなんていうのかな。あの一般の女性がね、あの怖くなくて、あのお風呂に入れるとか、そういったこともできるようになった。であともう一つはね、やっぱあのそこでね、釘刺しといたのが大事なのは、実はですね、厚労省の伝達によって今の段階ではですね、お風呂とかは女性のとか男性の、これはもう外見というかね、うん、それで決めようという伝達出てるんです、うん、でもね、こんなのはただの官僚の通達にしか過ぎないんですよ、うん、つまり法律じゃないんです、うん、だからこれはあの左翼の活動家からしてみたらですね、うん、これが法律違反なんだと、うん、いうふうに言われた時に、うん、反論できないんですよ、うん、あの自民党のロジックの立て方だと、うん、だからそれをねやったのは維新と国民民主であってね、うん、でだからね、私はね本当にね、そういうね、なんていうのかな、自民党がおかしいことをやってる時に、うん、この釘を刺せる勢力っていうのはいてほしいっていうふうに思うんですよ、うんうん、でもね、なんか私が例えば維新と国民民主もいいこと言ってるよと、うん、いうこと言うとね、うん、中国のスパイだとかね、なんか言われてね、私中国もできないんですけどね、うん、というふうにいつも思ってるんですけどね、うん、まあこれは不思議な話ですね。そうですね、あのよくやる上海電力、あれは全く本当デマでしたし、うん、僕は結構そのあの経済安保とかについても、はいはい、あの外国人都市取引規制とか、はいはいはい、自民党より踏み込んだのを出し、いつも出していて、うん、で、でも自民党も本音ではこういう平場で話せば、うん、いや自民党維新案のがいいよねと、うん、でもやっぱり、まあいいでしょう、うん、公明党さんがいるんでみたいな、まあまあ、っていうのを一応引っ張られてって、うん、なんか真ん中で中途半端に落ちるっていうのが毎回だから、ね、例えばね、うん、あの私も仲良くさせていただいてるね、あの北上敬老先生、北上先生、なんかね、すごい土地の問題について詳しくね、はい、あの説明されておられるでしょ、でこれね、自民党はね、なんでね、うん、あのやらないのかっていうのね、うん、保守政党だって名乗っておきながら、うん、それは全くやらないでね、うん、で、わけのわかんないことばっかりね、うん、やり続けると、うん、私はね、本当に政権交代をもう一度やって、うん、あのね、先生には申し訳ないけれども、自民党を保守化させるためにあの政治となり一回やってみてこう保守化させたら俺が退場してるみたいなまたリベラル化してきたまた自身が出てきて、でもね、それって、あの実は政党として、うん、政党議会政治としてはまとまらないんですよね、だ財政もどうだしね、大きな政府になったら小さな政府が出てきて、バランスが取れてまた変わってみたいな、これね、あ、正常化していくわけですよね。例えばね、大きな政府小さな政府っていう議論もありますけれども、うん、これね、両方ね、うん、いい点もあれば悪い点もあるんですよ。でもね、それはね、何にも議論しないで、まあ、こっちだっていうね、うん、あのおぼろげながらとかっていう感じでね、うん、進められたら困るんですよ、でそこにイナというのを唱えてね、うん、でそのイナで
訂正して、うん、それがちょっとやりすぎたと、うん、いうことでもう一回政権交代という、うん、こういう状態にしないと ね、うん、そうですね、やっぱりね、やっぱりね、俯瞰してみないといけないと思うんですよ、政治っていうのは、まあ、音喜多先生には分かってほしいと思ってますけど、はい、いや、でも本当にね、俯瞰して見るっていうのがね、うん、今の、なんか日本の政治に欠けてるなっていうのは、うん、すごく思いますね。だって自民党が左傾化したら、うん、じゃあ保守政党って誰に入れたらいいの、うん、そうなんですよ、もうなんかなんとか党がいろいろありますけども、うん、やっぱなんか自民党に右って言ってる人たちがじゃあ政権担当能力があるかって言ったら、うん、まあなかなかちょっと難しいっていうのは実情だと思うんですよね。なかなかじゃないですね、うん、完全に難しいですよね、完全に難しい、まあ、議席数的にも今はるかと動かないし、そういうことなんですよ、要するにね、議席数取れなければ、うん、政権取れないわけですから、例えば素晴らしいこと言ってるね、うん、政党が3議席取りましたと言っても、3議席ではね、うん、政治は動かない、そうなんですよね、だからこれ現実なんですよ、うん、だからやっぱ現実見据えた上でこの国を良くしていくためにはどうしたらいいのかっていう時にね、私は本当に期待しているのは、自民党がもっとしっかりしてもらうこと、うん、そしてですね、やっぱり維新の会にも頑張ってほしいというふうに思います、うん、あと国民民主にもね、はいはい、頑張ってほしいというふうに思うんですよ、玉木さん、うん、時折変なことをいろいろおっしゃるけど、時折いいことも言うでしょ、そうですね、憲法改正の時はやっぱ頑張ってますよね、頑張ってる、うん、でやっぱ北上さんと玉木さんと僕でずっと、うん、3党で緊急事態条項をまずまとめてっていう時もかなり深い議論ができましたし、うん、まあ、9条の改正の方向性とかもおおむねやっぱみんな一致していて、うん、でも自民党が一番やっぱ腰が引けてるっていうような座組になるわけです、そういうことなんですよね、うん、だからね、やっぱりそういうね構図がやっぱり日本のマスメディアでは報道されてないっていうのもね問題だと思うんですよね、要するに自民党が一番右であるを言うね、うん、いやいやいや自民党その右じゃないよと、うん、まあ、私からすると極左とまでは言わないけれども、うん、結構左に寄ってて、うん、政策のごとにね、うん、見ていったら、ああこれは絶対維新の方がいいだろうと、うん、ああこれは国民民主の方がいいだろうというのがね、いろいろある中においてやっぱこれね、自民私ね、本当にね、なんか家系制度みたいなのがあってね、はいはい、我が家は自民党ですから、はいはいはい、みたいな、ね、うん、いや、それやめた方がいいよというふうに思うんですよね、うん、やっぱり子供のためにならないよと、はいはいはい、思うんですよ、我が家は大体自民党だからとかね、うん、いや、じゃあそうすると自民党がこの頭のおかしなことを、ね、やり続けても、うん、自民党に入れるのかという話になってきて、で私は決して、ね、自民党のことを、ね、全面的に否定しているわけじゃなくて、うん、戦後最大の功労政党だというふうに認めているんですよ、うん、でも今の自民党がこのまま続いていったら国が滅びるというふうに思っているから、悪口ばっかり言ってるんですよ、ね、そうですね、いやでも僕なんか岩田さんの仲いいのは、僕ももともと自民党支持者なわけですよ、はいはい、生まれてこの方選挙権持ってからずっと自民党に出てきて、はいはい、でまあ、民主党選挙がいろいろあって、で自分が選挙出るときにでもやっぱり自民党政治はおかしいっていうか、うん、まあもうやっぱり良くないし、うん、で民主党なんかもう持ってのほかで、うん、じゃあ第三の道ないかっていうときに、うん、やっぱり自民党を割って出てきた渡辺良純さんが作った、うん、みんなの党からのが始まって、うん、僕のオリジンで実は、まあ、僕もう10年間で5党目っていうなんかそれいいかなか分かんないんですけども、うん、でもずっとポジション変わってなくて、でも組まれないですね、組まれない8億円のねそうで今日本維新の会は松井一郎さんっていう、まあ、自民党をやっぱ割って出てきた人たちがやっぱ自民党だったんだけど、やっぱ自民党にできないことがある、うん、自民党は良くないっていう人たちのところでやっぱ保守二大政党みたいなことっていうのをずっと夢見てやってきてるんですよね、うんうん、そこにじゃあなんかどこにいても実はずれてなくて、だからね、うん、僕はね本当に音喜多さんともね、音喜多先生です皆さんね多分ねご存じないと思うんですけれども、音喜多先生ってね、うん、靖国神社とかにもよく参拝されてるんですよ、うんうん、そうですね、あれ大学時代からずっと言ってるんですよ、高校生からもうずっと言ってて、うん、毎年、まあ、だからね維新のね議員だから中国の手先だっていう議論はね、うん、私は間違ってるというふうに思うんで
ですね。多分僕も中国入国できないと思います。台湾に毎年行ってるので。多分ちょっともう危ない。いね、そうそう言ってて、もう結構そのままもうむしろ近づけないので。いや、私も行けない。多分ね、受け取らない、行かない方がいいと思う。中身が別になって帰ってきてしまう可能性があるので、危険です、それはもう。でもね、例えばね、靖国神社に行ってる、とかね、その外見的な、ね、ものだけでなくてね、本当にそれを別に時田先生も別に政治的にこう利用してるわけじゃないわけですよ。でも心の底からやっぱり祖国のためにね戦った方々のことをねやっぱり思い、でそういう人たちの志を引き継いで今の日本を次の世代に引き継いでいきたいというね思いを持った維新の議員だっているんですよ。でそれはね全く維新だからダメだっていうねこういう議論の運び方っていうのは私はね本当にね船舶だと思いますね。でじゃあ自民のね中にねそういう志ないやつっているだろうと、ここであんまり名前挙げないけどだけどね、でもだ自民だからいいんだというね、こういう議論じゃなくて、私はね、政治家っていうのは、まあ、政策本位というのも一つで、それはいいと思う。で、政策を見るのも私もよく見ますけど、でもやっぱりね、その人が何を考えて、何をね、やりたいと思ってるのかっていうのを、国民もね、理解して、あげるというね、その逆にね、そのね、私は靖国神社に行ってまいりましたみたいなね、ことをね、アピールしてる人の方がね、変なんじゃないかというのだって考え方としてあると私は思うんですよ。だって、自分のね、先祖のお墓参りに行った時にね、行ってきたんですよ、とかね、アピールする人いないですよ、ね、インスタグラムにアップしてないっていう。だからそういう意味でね、実はね、本当に応援してるんですけれども、もうちょっとね、保守の方々にね、維新のね、志というかですね、改革の力と。まあね、私も批判してますよ、ちゃんとね。だから全然非議ですよ。だから例えば、ロシアに行ってきますとかなんか言ってね。おりましたね。元副代表が。そう。だああいうのを見てね、やっぱこう、げんなりするっていうのはわかるし、まあ、このまま言ったら先生にちょっと失礼かもしれないけど、ね、ゼレンスキーを降伏した方がいいんだとかね、まあ、元々オーナーですね、ね、やっぱりね、そういうのはね批判すべきなんです、絶対に批判すべきなんです。だけどね、じゃあ全員ねそんなこと考えてるかって言ったらそうじゃないんですよね。で、本当にね日本全体のことを俯瞰してみた時に自民党だけでいいのかっていうのは ね、やっぱもう一つのね、提示としてね、総裁選っていうので、今、はっきり言って目くらましみたいなのされてるわけですよね。でも総裁選はね、私は、まあ、もうニートみたいなもんですからね、勝手なこと言えますけど、小泉が勝つでしょう。で、本当に高市さん勝ってほしいと思ってるし、小林さんと高市さんで何かやってほしいっていう思いは僕は強いんだけど、でも現実問題としては小泉が勝つでしょ。で、その時にね、自民党だから小泉でいいんだというふうにね、本当に思えるかっていうことなんですよ。で、私はね、保守の皆様にぜひお願いしたいのはですね、例えばね、維新とか国民民主がね、変なことを言ってた時には、叩けばいいんですよ、徹底的に叩けばいいですね。だけどね、いいこと言ってた時にはね、応援してあげてほしいんですよ。で、この是々非々がないとね、どんどんね、逆に政党が保守層は絶対に自民だから、そこに向けて何か政策をね、やることが無駄になるというふうに、ね、なってしまうと、
これは国民にとって不幸だというふうに思います。そうですね、おっしゃる通りやっぱ一本足打法ってやっぱ危険で、うん、だからやっぱりさっき言った LGBT 法案みたいな時に自民党しか選択肢がなければ、うん、もう自浄裁判そこがない時はもうおしまいなんですけども、うん、でも外にもう2つぐらいね、維新とまあ国民さんとか、うん、あと北上敬郎さんの、うん、まあ、それぐらいあればそっちから刺すみたいなことができて、うん、外圧で修正できることってあると思うので、うん、まあ、一旦まず僕らだから今はそこですし、うん、まあ、僕としてはやっぱりもっと維新が大きくなって、うん、やっぱ政権交代して保守に大政党みたいな、やっぱおかしいことは両方お互いが政策が増し全盛競争していくみたいな、そういう未来社会を作りたいなっていうのを思いますね。未来って言葉使わない方がいいです。あ、どうぞ。どうしよう、うん、ね、うん、京都大学に畑野誠一っていう哲学者がいたんですけどね、はいはい、あの未来っていう、ね、言葉と将来っていうのは、ね、はいはいはい、違うって言うんです。未来っていうのは、未だ来たらずそのままずっと来ない、うん、じゃなくて、要するに意思が入ってない。ああ、なるほど。ウィルがないわけです。意思がない。そういうことです。で、将来ってね、うん、まさに来たらんとさ、あ、なるほど、自分で掴み取る。掴み取る。だから、それいい方法ですね。未来より将来の方がいいんです。うん、なるほど。だから、でもまあ、これは言葉がね、おかしくなったのは、うん、実はやっぱりフューチャーっていう言葉を、はいはいはい、未来って訳してからね、なんか、未来に溢れてますけど、うん、未来っていうのは未だ来たらずだから、うん、実は非常に不安な言葉なんですよ、うんうん、なんか来たらいいなみたいな、そういう感じなんですね。でも来るか分かんないっていうね、うん、だけどまさに来たらんとするっていうね、うん、自らだからね、本当にね、もう日本人の常識ってすごい信じられるのはね、うん、子供にね尋ねるときに、うん、将来の夢はって絶対に尋ねます。未来の夢だと言わないですよね。言わない、将来の夢はでしょ、うん、でこれは正しい日本語の使い方なんですよ、うん、だからね、未来は良くない、うん、まあいうことですね、うん、だから未来っていうのはね、結局まあ、だから英語のフューチャーにはそういう意味はないんですよ、うん、ただ時間が先だっていう意味なんですよね、うん、だけど日本語の未来にはですね、未だ来たらずで不安を表す言葉が、うん、示されてるんですね、うん、だから、未来のために政治家が頑張りますと、うん、いうことを聞くとね、はいはいはい、明るい未来とかそれと未来が出てきますよね、うん、明るい将来ってちょっとなんか日本語であんま出てこないですね、うん、だけどね、やっぱ本来的には明るい将来にしなくちゃいけないんですよ、うん、子供たちのために新しい将来を作るとかが、新しいその意思が入ってて正しい、だからやっぱね、まあまあ、まあ、くだらない話ですけれども、うん、でもね、でもそれってね、僕は大事だと思ってて、やっぱりね、未来未来っていうのにね、うん、溢れ結構多いでしょ、未来の、未来の党ってあったじゃないですか、まあ、やっぱりなくなっていましたけどね、将来はなかった、将来はなかった、そういうことですよね、だから意思がなかったっていうことで、結局ね、全てになんかこう分かんないままにこう行くっていうのが未来っていう意味なんですよね、うん、だから、まあ、そういうのもね含めて考えると結構楽しいです。か確かに、でも今はちょっと選挙対策で今いろいろ作ってるんですけども、未来って書いては全部将来のこといいこと聞きますから意思を感じる。いや、そう、うん、だってやっぱり政治家ってね、何より大事なのは、はい、意思でしょ。意思です、うん、だって政治家ってね、はっきり私から申し上げると変な人たちですよ。だいたいね、自分のポスターをね、うん、顔写真をね、うん、道端にベタベタ貼りたいってね、こういうのを毎朝こう配ってね、おときだねーとか連絡しながら駅前に立ってるわけですよね、っていう。普通に考えたら異常者でしょ。だけどね、そういう人たちがいてくれるおかげで、今の日本成り立ってるわけで、私は到底できないんですね、うん、その私ね、すごいね、政治家ってすごいなっていうふうに思うのは、うん、自分よりね、圧倒的に知識とか、うん、圧倒的に知性が劣る人間に対しても、はい、ありがとうございます、勉強になりますと、いう、ね、言葉が言えるじゃないですか。人はみんな師匠であるんだよ。もう、だからもう私からしたらね、君ここがバカだよ。道端で切ってしまうみたいな。だからそういうのやってしまうから、すごいなっていうふうにね、思うんですけどね。だからまあね、本当になんていうのかな、今保守二大政党制が一番近づいた時期って実はね。いつかって言ったら、新進党と自民党があった時代だった。小沢さんが仕掛けた時ですよね。あの時がありました、
で小沢一郎は 右から仕掛けたらもうダメだと思って、うん、左から仕掛けて今度は、うん、あの民主党政権を作った、うん、わけですけどね、まあ、力量としては相当なものですよ、2回政権交代やった唯一の男ですよね、小沢さんは。しかも、ね、政権交代って、ね、うん、自民党を幹事長までやったら離れて、離れて、でそいつらをぶっ壊すというのを、ね、やったのは、うん、小泉純一郎でもできなかったことだから、うんうん、だから私は小沢一郎って今の政策についても散々悪口言ってるけど、うん、だけどやっぱね、事実として見た時にはね、うん、やっぱああいう力量がなければ、政権交代はできないんですよ、うん、いや本当に今日ねお願いしたいのは、はい、やっぱりね、あの維新の会が、まあ、中心となってですね、来たるべき総選挙の後なのか、うん、どのタイミングなのか、それはもう分かりませんけれども、うん、一度ね、やっぱり政権交代した方がいいというふうに本当に思います。うん、そのね、うん、維新の左翼だと、中国べったりだと、じゃあなんで二階については言わないんだとね、うん、いうのと同じでね、自民党の腐敗って本当にいっぱいあるんですよ。でもう国民のね、あの皆さんがね聞いたら呆れるようなね腐敗だらけの政党で、なんでそんなこと知ってるのって、まあ詳しくいるから、ね、しか言いようがないんですけれども、でもまあね、こういうことは一般の企業だったら許されないだろうなとか、うん、そういうことがねまかり通ってるんですよね。だからこれ解明正すべきだと私は思いますね。やっぱ反転可能性ですかね。やっぱ政権交代って緊張感があれば当然下野した時にどうなるか考えるから、うん、そんな不正とかね、あとなんかぶったるんで、うん、党の組織だってやっぱ下野したら縮小しなきゃいけないけども、うん、ずっと前衛だったらもうどんどん膨張するだけなんですよね。だからまあ自民党のビルがあんな立派なビルがあって、うん、まあ、民主党もやっぱ政権取ったら手が立派だったみたいですけども、うん、でも縮小したりとか、うん、こういうのあるからなんかいろいろ考えるのが、もう思考停止してしまうとただただ膨張していくっていうのがあって、うん、それやっぱりあんまり自民党さんにとっては僕はいいことではないと思うので、やっぱ外圧ってのは必要だろうと思いますけどね。いや、 やっぱり本当におっしゃる通りで、自民党の職員だって自分たちがの職が危なくなるなんて思ってないんですよ、うんうん、思ったことないですよね。思ってないんです。裏金問題あるけど、まあ、政権交代まだないですよみたいな感じですよね、うん、だから自分たちの生活はこのままでしょうと、うん、国民の生活、いやいや国民の生活より私たちの生活が第一と、うん、いうふうに考えてるから、だからそういうね政党にね任せていいのかと。やっぱ私ね本当にね零細企業ながらね、はい、自分の、ね、企業をね、経営するようになって、ね、うん、こんなに税金って高いのかっていうね、はいはい、で社会保険料か、であれって会社が半分負担する、はい、で個人が半分負担する、うん、でも自分でやってると結局両方なんですよね。そうですね、ダブルパンチですね。ダブルパンチなんですよ。でこれねやってるとね、うん、一番高い買い物って、うん、今年何しましたっていうふうに聞かれたら、ね、税金払いましたっていう一番大きいっていうね、うん、こんなね国でいいのかっていうふうにね、うん、私思うんですよ。でそれでね、例えばね何かあった時に、うん、この国がね、なんかこれやってくれるから、うん、まあ、そのための、まあ、保証なんだよと、うん、いうふうに思ってみるとですね、うん、意外とそうでもなくてね、うん、もっと出せ、もっと出せと、うん、いうふうに言われてくると、うん、こういう状態を続けておいてね、やっぱりこう、やっぱこのグダグダ感というか、うん、なんていうのかな、納税者の立場に立つっていうのは、高市早苗さんが昔書いた本に、うん、アザータックスペイヤーっていうのがあって、はいはいはい、納税者としてと、うん、いうのありましたけどね、うん、やっぱ私はね、皆さん納税者なんですよね、うん、で納税者はねどう考えてみても、うん、公務員より偉いんですよ、うん、だって払ってんだからこっちが、うんうん、なんでその払われてる側にね、うん、なんか言われなくちゃいけないのかっていうのはね、ちょっと意味不明、なわけですよね。だから公務員が全部悪いとは言いませんけれどもね、うん、私はね、やっぱすごい悲しく思ったのはね、何回かテレビでも言ったことあるんですけどね、
学生を教えててね、はい、18歳の学生、うん、大学1年生です。なんか質問ありますか、ああいうふうに、ね、聞いた時に、僕たちの年金は大丈夫でしょうか、はいはいはい、年金とお前ね60いくつ、70いくつからもらうのと、そこまでお前どうやって生きていくのと、そこを考えずにね、いきなり税金やその、その何年金の話だけしてね、僕はどういうね、あの仕事をしてね、この自分で稼いで、あるいは社会に貢献してという話じゃなくて、どうやったらもらえますかと、くださいちょうだいのの世界でね、自民党の悪口言えないだろうお前っていうね、ばらまき政治の行き着く先ですね。でもそれはね、有権者っていうね、まあ本当に、まあ、小池百合子さんもそうだけどでもまあおっしゃる通り、その戦後最大の功績も自民党だし、それはここまで日本が豊かになったってのはもうそれはすごいことだと思うし、一方で僕なんか40歳だから、ね、まあ、41日ちょうど、おめでとうございます、そういえば。お誕生日になりましたんで、あれですけど、僕、あれいつでした？僕も9月21なんで、そうなんですね。僕9月に。なんか乙女座なんです。乙女座同盟で、それも近いんですけども、ちなみに僕、安倍晋三さんと誕生日一緒なんですよ。9月21日で、そうなんです、安倍先生もなんで、そういうと結構覚えてもらえるって思いますか、安倍晋三さんと同じ年なんですって言うと、そう、それでも40代だと、もう、やっぱもう、僕ら景気がいいとき知らないじゃないですか。生まれてこの方、給料が上がらない社会に、もう、定常社会に生きてきて、バブルみたいな金っ払いいいときのじゃなくて、むしろどんどん貧しくなってきたというか、僕学生じゃないから、旅行行ったら、東南アジアとか安いぜとか言って、1万円持ってったらもう金持ちじゃんみたいなのが、今全然逆。逆で、むしろ東南アジアから日本に来て、日本って安いですね、みたいな。っていう、やっぱこの社会ってのはやっぱり自民党の一強政治、当然途中でも民主党も悪かったんだけどもっていう、やっぱ自民党が一番マシだよねって思わせてしまった僕らにも責任はあるし、やっぱ自民党がやっぱもうこれはダースですが、多分なくて自民党単体では、ここはもう野党とかがやっぱ突き上げて、まあ維新と国民と、まあ立憲のまともな一部の人たちみたいなのが大体を出さなきゃダメなのかな。でもね、私はね、申し上げたいのは、ね、まあこのところでね、ここまでね踏み込んでいいのかわからないけれど、自民党をね、潰すために、選挙で潰すのが、ね、大事だけれども、悪ことが大事です。まあ、そうおっしゃる通りですね。悪ことです。はい、あの野中博文ってね、悪い政治家でしたけれども、伝説もね、あの野中博文がね、言ってたのは、政治は分割だと。分割だと。要するに割るんだ、はいはい、つまり相手を分断しなければ、あの何もならない。そうですね。これはね、真理だと思う。いや、僕もそれはね、こちらで、僕も結構たまにテレビ番組で言えばいいんですけど、維新さんは政権交代どうやるんですかっていう時に、もしも単独でね、うちは別に立憲とか共産とか組んでやろうとかないと、単独の政権交代はどうやってやるんですかっていう時に、一番現実的なのは、過去の政権交代見ても、自民党に手を突っ込まないと、やっぱ政権交代は起きないんだと。だってね、それを一番実現してきたのは、大阪維新でしょ。そうです。大阪維新は地方政治で、松井さんとか飛び出てきて、まず大阪維新、あの自民 B を作って、で、政権交代を起こしたので、自民党を割って、いや、半分じゃなくてもいいので、10分の1でも5分の1でも、で、ここは組んで、次の選挙でやった時に、多分政権交代が起きるんですよね。でも、そのね、あのリアリティが非常にね、あるのは、派閥がなくなってる。はい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 。つまり、派閥の締め付けがないっていうことはね、あの谷垣さんがね、あの自伝というか、まあ、インタビューなんですけどね、書いてた中でね、まあ、よく言われてる話だけど、派閥っていうのは100人超えたら大体潰れると、で、まあ、なぜかっていうのをね、考えてみるとっていうふうに言ってて、まあ、やっぱり一人一人の面倒見ることできなくなる、で、安倍派が崩壊したのは、もしかしたら自民党が無派閥になる、あの先駆けだったのかもしれないと、要するに割れやすくなるんですよ、はいはいはい、簡単に言うと結束点がなくなるわけですよね、なくなる、だから一本釣りでそう5人とか1人をユニットが引っ張りやすくなるんですよね、そういうの、だからあのもう政治家なんてね、政治家なんてねって政治家の前で言うのかなあれですけどね、次の選挙に、ね、勝つためにどうしなくちゃいけないかっていうのを考えてた時に、もう自民党では無理だと、いうふうになったら、ね、割れる人って必ず出ます、でやっぱりでもね、派閥っていうのはね、義理と人情の世界でね、ゴッドファーザーの世界なんですよ、でそれはね、やっぱりね、裏切れないっていうのはあっても、党の
の執行部に対してね、うん、それはそんな恩義はね、ないんですよ、うん、ないと思う、うん、だからねそこはね手突っ込みやすくなる。なるほど、うん、それはその通りですね、うん、おっしゃる、それは初めて見たけどおっしゃる通りです。総裁選が読めないっていうのは、うん、派閥の力がないんで、はいはい、実は自民党を崩壊させることになる、うん、いいとこだけ消えて悪いとこが残ったんじゃねえかみたいな。小泉進次郎の女性問題 の、あの話題が出るらしい、ええ、どうですか文春法に何か見たり6回打たれてますからね。6回か6回打たれてます。